はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。さあ、徳王様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金させていただきたいと思います。2月12日、NHK スクランブルでも開催いたします。皆様、よろしくご参集ください。スクランブルでも、過去4回ぐらいやってますけれども、N 党がですね、あれはうちでやってんだぐらいのことを言ってるだの言ってないだの、ちょっと耳にしましたんで、全く関係ありませんから、皆様ご承知ください。昨夜のコラボ問題更新、抗菌中中学の序列なんですけれども、若草ボンドパップスコラボの順で、コラボは四天王中最弱ということなんですけど、3位のパップスの4600万円委託事業の事業計画書がこれです。あ、委託っていう字間違っちゃった。これなんですけどね、カラーンとしてますよね。年間見込み数、アウトリーチ支援延べ3000人、1回30人を週2回、居場所提供延べ70人、自立支援延べ100人の見込みと、産業ですね。どこで行うとか、どこで居場所を確保しますとか、どんな風に自立支援するとか、一切書いてないってですね。超適当。これでとはですね、はいよって4600万円、入札なしで支給してると。ネットなんです。これはひどい。何この空白。こんなんで4600万円、ちょろすぎ。延べ程度なんか寒気する。都民、切れていいぞ、これ。こんな雑な計画書で4600万円もらえるなんて、笑いが止まらないだろうな。党がどういう言い訳するのか、楽しみだな。延べというのがミソ。延べがミソは同感であります。3000人つってもね、週に2回出動して、いつもね、決まりきった30人に、だべって、だべって、みたいな。延べですから、それでもいいんですね。序列3位でこれだから、1位若草、2位ボンドは、もっとえげつない地獄が見れそうですよね。令和4年4月1日からの計画なのに、令和4年4月1日に計画書出すの。そうなんだ。雑。さらにその承認が7月って何なの？その年の事業、もうあれだね、発動しちゃってて、じゃあ7月までは金もらわないで、やるの？やってるの？パップスは。それはですね、毎年の恒例で不思議な力で必ず承認されるから、適当でいいんですっていうことなんだと思います。通貨100万円以上の随意契約はですね、都契約事務規則34条2に違反してますよね。公金属 VS 納税者の戦いはまだまだ続きます。地方議員の皆様、あなたの自治体のこういうのをですね、コラボっぽいものをですね、議員調査権使って調べてもらえないでしょうか。よろしくお願いいたします。私も豊島区議、参院選に出るために辞めてなかったら、掘るんですけど、豊島区をね、日本改革党支部長当選に期待いたします。当選したら、支部長に自分とこの区や市の、こういう公金属掘ってもらおうかな。議員調査権使ってですね。これも議員の権力ですね。もう死んじゃったけど、豊島区の立憲の小坂井議員って人が、議員に、権力なんかない。言って、議員調査権っていうのは、アンダル権っていうの。言い返したんですけれども、それでも何が何だか何を言われてるのか分かんねえらしくて、ポカーンとしてましたけれどもね。もう死んじゃったけど。ほぼ全員に関係する話なんですけれども、国民全員に関係する話。来年秋までに健康保険証廃止。マイナカード代用する方針。カードを持ってない人には資格確認書を発行するそうであります。A4 1枚のペラで、かっこ悪いらしいですね。ネットなんです。さすがにカード作んないとまずいか、面倒だな。人に見せるなと言ってたのに、まさかこんなことになるなんて。言ってましたね、当初はね。番号知られないように人に見せるのとか。反対勢力は、脱税組や不正受給組。あとは保険証使い回しと、薬転売組だろう。薬転売組っていうのはですね、生活保護とかですね、そういったは薬代無料なんで、病院何件も回って、薬集めてそれを売るっ
ですね、カード読み取り機の設置を拒否する病院増えたら勝ちやな、そうはなりません病院は厚労省に逆らえません。厚労省というか国民健康保険に逆らえません、保険医して取り消すぞって言われたらどうにもなんねえ、たまにですね医療ミスとかやらかして1ヶ月停止とかなってる病院とかありますね。勝手に作って送ってくれんか。まさにこれ、ただこれもう本人確認難しそうだな。申請できない長期入院の高齢者とかどうすんだ、その場合は資格証明、なんじゃないですか、もしくはですね、そうなる前から入院している方なんかはそのままで、昔の保険証の確認でいいやとかにすんのかな。すで、にカード持ってる靴沢高見の見物、顔写真付き保険証になって使い回しできなくなるし、他人がそれで借金とかなりすまして借金とかできなくなって犯罪が減ると思われますね。パヨと犯罪者と犯罪者予備軍は大反対するんだろうな。あとテレビと新聞、マイナカードに反対するのは後ろめたい人はってレッテル貼り攻撃できますね。代わりにですね資格確認書を出すそうなんですけど、それの申請もどうせ役所に行くんでしょう。その時にですねどうせだマイナカード作っちゃえばで、進める流れかな。資格確認、書取得手続きをマイナカードと同じぐらいの厳しさで行えばですね同じ面倒ならってことになるよね。さらにはですね今後は運転免許も一体化されますよとなればですね面倒でも作らない理由、もなくなるしね、しょうがねえなと、留学生もマイナカードを作るようになるんでしょうか。これで、健康保険証代わりに、顔写真付き身分証明で犯罪防止もしやってもですねすぐ捕まえられますね。マイナカード外国人も短期つっても2年とかでいる外国人も作るんだってことになればね。豊島区は外国人国保滞納が確か53%、私議会で、質問して、暴き出したんですけども 53% 完全に制度破綻してますよね。これで支払いが改善するかどうかは滞納が減るかどうかは疑問なんですけど、LGBT 理解増進法について、そんな名前だったんか。 LGBT 法って、説明がありましたけれども、公明党山口夏男できれば広島 G7 前に成立させたい、公明党としては推しなんですよね。ネットの判断です。スパイ防止法の方が先、100がやって一理なし。公明党が推進するなら反対、パヨの工作に屈してはいけない。公明党が出てくると大体過婚になるサミットがあるからその前にやれって軽く言うな。 G7 前に会見しようぜ。外国人に参政権与える法案はですね20回以上も国会提出してる、確か26回、どこの政党よりも多い。簡体字ハングル表記をゴリゴリゴリ押し中の公明党は売国土であるからそこが押すのはろくでもない法律で確定しました。慰安婦応募校困難女性同様にですねまずは弱者を作り出すと、で今回 LGBT に狙いをつけたと、法で弱者認定してですね支援しなくっちゃ、税資金流し込み、スキームと、自民も賛成だっちんなら自民も利権に関連でしょうね。コラボイコール共産党だから他の名目で、一番吸ってるのは自民党かもしんないな。怪しい NPO とか委託事業を受けてるね、社団法人とか、掘ってみたらなんと自民党が多かった、一番過半数、っていうことはあるかもしんないです。単にですね LGBT に理解ある良い人と思われたいってだけで賛成するなら、切った張ったの議員向いてねえから辞職しろ。議員は切った張ったやって、なんぼなんだからね。アホ総理、私自身もニューヨークで小学校時代マイノリティとして過ごしたとして LGBT 法に理解を求めた。ネットの話、何言ってんだこいつ単なるぼっちだったのでは自分の意思でニューヨークに乗り込んでマイノリティになってんだろう。
生まれつきの人とはわけが違う、ただ単に嫌われていただけでは。ニューヨーク育ちのエリートしましてのがこいつは、アメリカの悪口言ってんのは寄り添ってる感出そうとして大失敗。ぼっちが総理とか何のギャングだ、岸田本バカ説は初期から言われてたよね、本当にバカ、岸田は本当にバカ、本当何言ってんだろこいつ。親について、ニューヨークに行かないって選択肢もあっただろう。俺は小学校をあの日本で過ごすわぐらいの選択肢あっただろう。生まれつきで他に選択肢がないLGBT とは根本に違うし、同じに考えるのは当事者に失礼では。嫌われてたんだって。皆さんボロクソで、笑いました。アホ総理のような暗い人間はクラスの人気文字でのものであるはずないんだな、単なる嫌われ者でぼっちだっただけなんじゃねえの、共感を得ようにとして逆に反感買って大失敗、ああ本当にバカなんだな、意見が大方です、その通りだと思います。私も全くその通り、同感賛同いたします、だいたいこいつはあの二言目にはですね丁寧な説明をしていくと言ってるけど、それで分かってくれと思ってるところはですね、あの浮世離れっていうか、あの脳みそ お花畑っていうか、実社会での経験が足りないっつうか、大人になったらね、あのいろいろ理不尽なことあんだよ。ダメなもんはダメ、なんで俺悪くねえのになんで俺謝んなくちゃなんねえのみたいな理不尽なこといっぱいあんだよ。大人になったら話し合いで、あのパヨとは違う意味でお花畑ですよね、薄葉があに見えてきました。私には米国を浮遊し撃墜された中国共産党気球の残骸から直径60メートル、積載能力900キロと米国政府が発表しておりました。小型の核爆弾なら運べますね。怖っ。ピースメーカーっていう映画ご存知でしょうか。あれね、あのトランクケースに、人がですねどん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 あの部品運び込んで、あのついにはあの都市部の一室で核爆弾完成させちゃうっていう、話なんですけれども、今そんな小型の核爆弾も作れるようになってんですから、我が国には気球が現れたらどうすんだっていう質問にですね、浜田防衛大臣撃墜する、まあ撃墜するとは言ってないですけど、そのために自衛隊がある、いるとか、まあ撃墜するっていうようなことを分かりにくく言っておりました。ネットの話、毒ガス入りとかも考えられるもんね。領空侵犯されたら撃墜、当たり前体操。独立国家として他国からの不審な物体は撃墜して当然。前スルーしたやん、米国からなんか言われたのかな、なんで前回の気球は撃ち落とさなかったんだ、多分専守防衛とか言って某共産党とか某朝日が憲法違反だと騒ぐ、撃ち落としたらっていう話ですかね、以前 あの宮城県にあの似たような気球が飛来した時の防衛大臣は河野太郎だったそうでございます、どこ行ったか聞かれてですね気球に聞いてくださいねってふざけた答弁したらしいんですけど、自衛隊は見失ったとかなんとか発表して、そんなわけないだろ、多分あの河野チャイナ太郎がですねそういうことにさせたんだろうな、自衛隊にあの怒鳴ってね。900キロ詰めるとは聞いては撃墜せざるを得ないですね。爆弾にしてもあの生物化学兵器にしても相当な破壊力出せますもんね、900キロって言ったら、ほぼ1トン。それにあの米国から何か言われてたんでしょうね多分、落とさないと危ないぞかなんか、 AI が搭載カメラで地形を判断してコース通りに飛ぶのがトマホークなどの巡航ミサイルであります、地形を監視して今自分がどこにいるか判断するのが巡航ミサイル今の。そういうわけで地形もですね立派な軍事機密なんですよ、航空写真や投稿線、地図に載ってる投稿線よりも精密な地形地図作るための気球とすれば、米国も日本もですね巡航ミサイルの標的にされてるってことですかね、そういう意味があるんでしょうか。ガーシー参議院懲罰委員会送り決定、私も送られた私もかけられた。ネットの話、これ除名だわ、どうしようもない連中だろ、まあ粛々と行くだけだわ、口にしたってことは除名になる公算が大きいんだろうな、国訴人の名前晒して脅迫してたからもうおしまいだよ。法治国家の国会議員とは思えない発言、必要以上の罪着せられるってなんだよ、こいつの暴露も仕事も帰国もしないじゃん、除名は決定的、議員の仕事してないんだから金返す、懲罰内容が除名以外ありえない理由、公開戒告、戒告議長に怒られるんですけど、来ないから不可能、公開陳謝、来ないから不可能、党員停止、元から来てない、除名、これしか懲罰としての効果がない、
なので除名一択ですね、ガーシー立花代表から今は帰ってくるなと言われている。立花、私の方から帰ってこないようにお願いした、逃亡教唆ですねありがとうございました。ガーシーの有罪で立花も共犯で取られる可能性大であります。暴露で得た人気で、議席獲得という利益を得た党として、ドバイでの逃亡生活が成り立つように便宜を図った、出頭せぬよう働きかけた、立花執行猶予中ですから軽微な犯罪を犯してますね。執行猶予取り消されて2年6ヶ月の懲役がマシマシになりますね。早くね、ガーシーのパスポート停止、国際指名手配、ドバイ警察が逮捕、強制送還されちゃってください。よろしくです。立憲民主党予算委員会を優先させ憲法審査会を拒否する方針。ああよかった、相変わらずバカで、これで支持率がね右肩下がり継続は確定的ですね。東京五輪談合事件で電通いつみ、工事って読むのかなと富士子会社クリエイティブコーポレーション富士のとイベント会社セレスポの鎌田が逮捕と、高金属は許せんからどんどん逮捕して電通と富士がぐらつきますよ。頑張れ東京地検、特捜部という感じであります。というわけで NHK スクランブルでも、皆様よろしくご参集ください。よろしくお願いします。メール党員も大募集です。メール党員になってください。毎日届きます。読むだけで頭が良くなりますちょっとなんか怪しい勧誘みたいになっておりますけれども、よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。